プロチームの RC ゴールみたいな、RC リリー。あの、緑勢やっけ？あれ結構好きなんだよね。あれ、リリーっていう人いなかったっけ？結構好き。なんか、大阪の、ナンバーにいるカップル？わからんけど、なんか、彼女を呼ぶとき、で、やって呼ぶやつ。YouTube でね、調べたら出てくると思うんだけど、コントはね、結構おもろい。はい、永眠町なんだけれども、俺たち、誰もいないね、オフェンス使わせていただきます方ならね、よろしくお願いします。で、オフェンスといえばね、左下ですよね。そんなことはございませんが、じゃあ真ん中に行きましょう。はい。中陣があそこか。まあいいでしょう。ちょっと動きちょっと変だ。どうしたらいいでしょう。何これ。ちょっと、俺たちはね、一応ね、なんていうかね、勝率 80% のパーリーなんですよ。そう。まあ、勝率 80% のパーとさ、パーリーのパーをね、連続して言おうかね、言う前かね、めっちゃ迷いました。勝率 80% パーリーなんですよ。これ通じないか。勝率 70% パーリー。勝率 77% パーリーなんですよ。通じるか。頭いい人は通じるな。そうするとさ、めちゃくちゃね、子さんリストなんでね、こんな長く旦那様に付き合ってきてさ、ね、動画もずっと見てきて、ね、私がこれ理解できなかったから、私のどうね、頭悪い人とね、こう認知、に、ね、認定するのは良くないんじゃないですか、みたいなね、言われると思うんですけども。みなーさ、こんにちは！ロビー！もう真ん中来るの？どっち？俺、切れないんやけど、みんな。ちょっと俺、エコー切れない。今、片手操作。片手運転。くわー、切れた。あーし。もうダメだ、もうみなーさん、こいつはもうやっちゃダメ。もうなんかこれ、ヤマハのアゴ03ってやつがね、ちょっと AG03 なのか、アゴ3なのか、多分 AG03 か。AG03 が、ちょっと調子悪いわ。調子悪いでね、思い出したんだけど、調子悪くはないか。なんか、ね、ビタミン剤あるやんか。1日1粒1錠。ね、100ml。100g の中に 100ml 入ってんの。いや、忘れた。100マイクロミットルかな。ビタミン C、なんかね、健康保険食品みたいな感じでさ、1日1粒ってやつあるんやけど、あれをさ、俺1日 5粒とか 4粒飲んでんだよね。そうしたらね、おしっこがね、巻きっきでさ、これやべんじゃねえのみたいな。俺昔みかんめっちゃ好きでさ、で、中国に来てからみかんあんまりそこまでバクバク食えてないんだけど、まあ、なんていうか品質が違う。あと種類が違うの方がいいか。品質が違うとなんか良くないもんな。種類が違っててさ、で、皮がさ、黄色いやつ好きなんやけど、結構緑系が多くて、あんまり、俺、甘いのが好きでさ、めっちゃ酸っぱくてさ、あんまり多く食えてなくて、あと値段、コスパも悪いんだよね。わ、これ救助しに行くのにさ、俺これやべえな。ね。鬼瓶まとったまま生きよるから、これやべえぞ。これ良くないよ、これ。やっちゃうよ、やられるよ、これ。ロビーにやられちゃうよ。あいつに。おー、はい、もう来ました。はい。はい、ゲッチュー。採取、オッケー、やるやん、採取やるやん、囚人行け、しゅ、みんな、囚人なんすかなんすか、あれ紐面なんだけど、自分の引き継ぎ戻るか、誰かやってくれてんかな。素直に行けばいいのに、なんであんなに、待って、校長が入ってたやんか。なんでまっすぐ行かないんだろう。食らってもないし。わあ。正直ね、ファーストチェイスはまあまあだったんですよ、ファーストチェイスは。ねえ、ファーストチェイス良くて、うわあ、にょにょるか。マジかよ。やだなあ。なんでそういうミスっていうか、なんでそういうのが起こるかわかんないな。これフォローする必要あるんだよね。食らってないわ。だって俺があれやもんね。俺がタックル入れたもんな。うーわ、最悪。足早すぎ案件、最悪最低。最低最悪の鬼武者や。タックルはね、入れる必要あるよ。下手したらね、見失う可能性出てくるからね。はい、囚人死に申した。残念すぎる。離れましょうか。そしたらね。はい、離れましょう。
調校師さんにね、頑張ってもらおうか。やだね、マジで。で、多分墓場の方に行くから、とりあえずここから離れようか。うん。で、鬼瓶もないし、ロビンも俺を見つけるの大変やろ。あそこら辺に多分ニョニョロ置くから、うん、ちょっと頑張って離れてもろうて。ね、ほら、で、耳鳴りするか頑張ってくるのかな？離れようかも、そのまま。うん。で、ハンターも今日変えましたと。囚人自分が食らったっていう可能性があるな。あそこでなんか、でもそれでもさ、移動してもらった方がいいと思うけどな。いや、真ん中寄ったら解読できなくなっちゃうから危ないっていうことかな。で、誰これ。祭司か。祭司と調校師さんは回復し合って、今からね、多分チェイスに入るね。ハンター近くにいるって言ってたからね。で、私は自分のね、引き継ぎします。いや、80% と思えねえな。いや、囚人にしてはね、ファーチェ十分だったんですよ。もうちょっとなんか、イモイモして欲しかったね。まあ、解読してなんぼですからね。解読してなんぼなんですよ。あいつらみんな一台ずつ上げとんかな？これからはもう大変やで。フォローしようがないからな。ニョニョリでしょ？ダウンしたら、サイシちゃんのため、いや、頑張るか。うん、頑張るしかない。勝ちが欲しければ。勝ちが欲しければ頑張るしかない。そしてここね、ハッチございません。うん、これから調合者がね、2台上げないといけません。大丈夫ですかこれ。あそこの暗号機はどこだ？で、これ上げ次第ね、ロビー多分詰めてくるでしょう。うん。私は救助できないですね。食らってるんでね。はい。救助行きますか？無理ですね。はい。これ無理ですね。ど真ん中ね、解読されてますと。ね、解読集中してと。ハンターもね。ハンター、調合者あそこ上げてくれないとどうしようもないね。ロビー来るね。ここまで来るかな？ロビー。大丈夫か？じゃあ、ここ、多分、ニョニョロ置かれたんで、置いてない！これから 26% をナンセンスやからな。ど真ん中あれ誰のやろ？俺のじゃないよね。俺だって最初そこまでやってなかったよね。今、見えんかった。おう。今もうスキルチェックの針見えんかったわ。神救助もしかしたら。神救助ナイス。はい、こっちに来ました。逃げますよ、皆さん。逃げますよ。ハンター来ましたからね。はい。あれ狙ってくるからね。離れますよ。こっちかあるからね。はい。で、治療いいですよ。わ、ハンターいなくなっちゃった。回復しちゃおうかな。自分で遠く行って。いや、ここはね。あ、祭司食らってるね。なんかハンター近くにいるとか撃ってくれないと俺もどうしようもないぜ。ね。もう今からフォローしに行っても間に合わないからね。ボールの残量を教えてあげて。もう 6% です。何もフォローしていないのにもう 6% でございます。申し訳ございません。はい。120% チェスナイス。終わりました。調校師はちなみにね、そのまま祭司とくっついていった方が良かったです。はい。肉壁なりなんなりとね、できたはずなんですけれども、うん、まあ、オフェンスが行くっていう固定観念があるんかな。はい。で、調校師にはね、そのままゲートに行ってほしかったんだけれども、ね、オフェンスがこのままね、はい、大起すると。で、ロビーとはここでね、はい、やります。頑張ります、ロビーとはここで。はい。ロビーとはここで頑張りますよ。はい。加速ありがとうございます。はい。加速ありがとうございます。ハッチここです。イーター全倒しですね。はい。おい、調校者逃げ切れるかな。どっちのゲートにおる？見えない。行かないや。ゲートでいいのに。見えた見えた、今見えたよ。うん、ケツが見えた。あんた行くで。なんで。もうどっちかが逃げるしかないもんだって、これは。ああ。はい、終わらして。マジでさ、囚人のあそこで終わってたんだよ、本当に。ナイス救助だったのに。だって、みんな考えてね、デメリットが大きすぎるなんよ。大きすぎなんだよね。オフェンス一人で救助行ってもよかったんだけど、祭司がシャシャリ出てきたんですよ。ね。で、祭司が出てきた意味がなかったんだよね。肉壁もできずに、結局俺がいい感じになんか食らってさ、で、最初は食らわんかったんだけれども、最初のワープも使わずに、囚人がなぜか何もないところでなんか駆け引きしだしちゃってさ、で、二人で行った意味がなかったんだよね。わかるかね、皆さん。真ん中に行きたくなかったんかな。
いや、わからん。とりあえず離れた、移動した方がいいんだよね、マジで。とりあえずはね。終盤においてノーマなんていうかな、暗号機のさ、なんか邪魔は出てくるかもしれんけど、いやー、くそやな。じゃあ、囚人のさ、勝率もしかしたら 80% ないかもしれない。ああいう、囚人の動きを、囚人の動きで囚人の勝率見てみよう。パーティーも解散だわな、そらな。うんこやもんって。行くでみんな。80% のパーティーに、こいつがさ、80ジャスト、パン！チャンネル登録！荒野！チャンネル登録！はーい、登録！高評価！高評価！登録&高評価！はー！登録！